半下とは、書画半儀の下書きである。本校では、半本ではない、一枚すりの浮世絵版画に限定して、述べる。葛飾北斎、百人一首馬が、江戸キスメラ、カモンインベットを半下。1835から36年、大英博物館蔵。浮世絵版画は、絵師だけで生まれるものではなく、半元絵師堀りすり師の分業によって、成り立っている。 また課題も、藩元もしくは出資者が決めるものであって、絵師は彼らの要求に応えねばならない。藩元ないし出資者から注文を受けた絵師は、作図案を提出する。これが、藩下である。輪郭線のみの図である。藩元の了承を得た後、名主、あるいは藩元業界の自主組織から、検閲を受ける必要があった。審査を通り、会員をされた藩下は、堀氏にわたる。 そのまま掘り釣りすると、像が裏向きになってしまうので、半下を裏返して半銀に貼り付け、小刀で輪郭を切り出し、不要な部分を各種のみでさらう。胸像を見やすくするため、半下には薄手の和紙を用い、半銀に貼って乾かす。掘られた結果、半下は木くずと共に消防する。ただし、 葛飾北斎の知恵の海や百人一周馬がえと時のように揃い物が完結しなかったため半下が現存するものもある。ありがとうございます。